ベーラー大聖堂は HBO のファンタジードラマシリーズであるゲームオブスローンズの第一章七王国戦記の第9話であるプロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと d b ー,ー・ワイスが脚本を書きアラン・テーラーが監督した囚われの身となり大逆罪で訴えられたエダード・スタークが娘たちを救うために虚偽の自白をすべきか迷う妻のキャトリンは息子のロブが ラニスター家に対して、ウイジンを戦えるように、戦略的に重要な川を渡るための交渉を、ウォルダー・フレーコーと行う。一方、ジョン・スノーは、メイスター・エーモンの秘密を知り、デナーリスは、カール・ドロゴの治療をするために、ドスラク人の伝統に挑戦する。先人の宴で、タイウィンコーは、ティリオンとその味方の山の民が、先方で戦うと、ティリオンに告げる。ティリオンは、 父が自分を殺そうとしているのではないかと疑う。ティリオンがテントに帰ると、ブロンが、娼婦のシェを見つけてきている。三人は、身の上話を交わし、ティリオンは、16歳の時に、兄ジェイミーと共に、ティシャという娘を救い出し、結婚したことを明かす。だが、父タイウィンがこれを知ると、ティシャが、実は雇われた娼婦であったとジェイミーに告白させた。そして、 ラニスター家の衛兵たちが全員銀貨一枚ずつ払い、ティシャと成功するところを見るよう強いられたと話す。しばらくして、スターク家の軍勢が近づいたと、ブロンがティリオンを起こす。ティリオンは鎧を身につけ、山の民に戦いを命じる。だが、ティリオンは味方の軍勢に踏みつけられ、意識を取り戻した時には戦いは終わっている。タイウィンは、スターク軍は2000の兵しかいなかったといい。 残りの1万8000の兵は、どこに行ったのかといぶかる。スターク軍は武装された橋である、双子城にやってくる。ここは、キャトリンの父のホスタータリーに忠誠を誓う、ずる賢いオルダーフレイが支配する場所である。だが、フレイ公は橋を閉鎖して、軍の通行を拒否し、キャトリンは、息子ロブの代理として交渉する。厳しいやりとりの後、フレイコは、橋の通行を許し、 女性を約束するが、その代わりに、ロブとアリアが自分の子と結婚することを求める。ロブはしぶりながらも受け入れる。川を渡った後、ロブは軍勢を二つに分け、タイウィンコーの注意をそらすために二千人の兵を送る。ロブがラニスターの石膏に誤った情報を流したため、タイウィンコーの軍は、これがロブの全軍だと信じ込む。 ロブの軍の大半は、ジェイミーの軍に密かに近づいて破り、ジェイミーを捕虜とする。ジェイミーは1対1の決闘での決着を求めるが、ロブは拒絶する。総帥、ジオウは、死から蘇り、亡者となった少子から命を救われた例に、息子のサージョラーが、追放前に所持していた、ケンロングクローをジョンに送る。だが、サムが、ラニスター家と戦うロブの軍の話をしたとき、 ジョンは動揺し、ロブを助けてその傍らにいるべきだと感じる。メイスター・エーモンはジョンを呼び、なぜ、メイオルの森とが結婚しないのかを説明し、それは愛する家族への忠誠心と、規則を守る義務の間の苦しい選択を避けるためだと言う。メイスター・エーモンは、実は、教王、エーリス・ターガリエンの王子であり、デナーリス・ターガリエンの王子にあたるエーモン・ターガリエン、であり、 ターガリエン家が多いから追われ、親族が殺され追放されるのを壁から見守るしかなかったため、その辛さがよくわかるという。エーモンは、ジョンは、メイオルのモーリットへの義務と家族への義務のいずれかを選ばなければならないと言い,い、いずれにしても、その選択の結果は、ジョンの残りの人生につきまとうことになるという。カール・ドロゴは、前話で受けた胸の傷が可能して苦しみ、落馬するが、 これは、ドスラク人の間では、弱さの印とされる。デナーリスはテントに、泥棒を運び入れさせ、ミリマズデュールを呼ぶ。ドスラク人は強さのみを尊重するため、今すぐに、ここを去るべきだと、ジョラーは言う。泥棒が死ねば、こそや他の血縁騎士たちが後継者となるために戦い、勝者は、デナーリスとまだ生まれぬ子を殺して、敵を減らすだろうという。ミリが、 泥棒は助けられず、安楽死させるべきだと言っても、デナーリスは、泥棒を見捨てようとしない。デナーリスはミリに、地の魔術を用いるよう願うが、ミリは、命の代償は、死だけだと言い、魔術は望ましくない結果を招くことがあると警告する。ミリは馬をテントに入れてその喉を切り裂き、人々を立ち去らせる。こそは、デナーリスの行為に驚き、魔術を止めようとするが、 邪魔をさせまいとするモーモントに殺される。陣痛がデナーリソを襲うが、ドスラク人のサンバは、デナーリソが呪われたと信じて誰も助けようとしない。絶望のあまり、モーモントは、デナーリソを泥ゴのテントに運び入れて、ミリの助けを求める。バリスコーが、ローのエダードを訪ね、虚偽の自白をして、ジョフリー王に忠誠を誓えば、サーセイは、エダードを除名して、壁に追放するという。 エダードははじめ拒否するが、娘サンサの命もかかっていると、バリスが言ったため、考え直す。ラニスター家から逃れた後、次女のアリアは、キングズランディングの通りの小記として暮らしているが、父が神々の前で裁かれるため、ベーラー大聖堂の前に、人々が集まっていることを知る。ジョフリー、サーセー、サンサそして商標議会が見守る中、エダードは、 人々の前で反逆罪を告白し、ジョフリー王に忠誠を誓う。約束したように、サーセイとサンサはジョフリーにエダードの除名を交う。だがジョフリーは約束を破り、エダードの残首を命じる。サンサが恐怖の目で見守る中、サーセイ、バリスそして商標議会は、処刑をやめさせようとし、アリアも父を救おうとするが、名ルの森との新兵募集係の要連に止められ、 父親の処刑の場面を見ないで済む。ベーラー大聖堂のシーンはマルタで撮影された原作第一部七王国の玉座の第58から60章、第62から65章に基づいてプロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと D.B. ワイスが脚本を書いた。ティリオン、ブロン、シェイが酒を飲む遊びをしているシーンがドラマのために付け加えられ、 以前の章で語られた、ティリオンの失敗に終わった、結婚の話が使われた。その他、ロブスタークが軍を分けた戦略も、原作とは異なる。また、ターガリエン家の家系図にも変更があり、原作では、京王エイリスは、エ語ンターガリエン5世の孫であるところが、ドラマでは、ことされている。すなわち、ジェヘアリーズ2世が、家系図から消えている。タイトルは、 七王国における主要な宗教である七神聖教のキングズランディングにおける最も重要な建物であるベーラー大聖堂を指している。ベーラーはかつてのターガリエン王朝の王であり、七神聖教の信仰厚い講演者であった。本エピソードでは、娼婦の聖役でドイツ人女優、シベルケキリが登場する。 原作者のジョージ・ RR ・マーティンによれば、オーディションでは綺麗な女優が何人も、シェイの役を演じた。だがシェイには別の面がある。シェイは、他の娼婦ほど、この職業に慣れていない。普通の女の子のようにはしゃぎ、傷つきやすく無垢なところがある。シェイ役の候補は皆素晴らしく、魅力的だった。何人かは、他の候補にないものを持っていた。だがシベルは、特別だった。 オーディションを見たら、熱い血の流れる男なら誰でも全員をベッドに誘いたいと思うだろう。だがシベルトは恋に落ちるのさ。室内のシーンはベリファスト郊外のスタジオで撮影され、スターク家を呼び、ラニスター家のジミや、双子城は北アイルランドの古城で撮影された。ベーラー大聖堂のシーンはマルタで撮影された。初回視聴者数は270万人となり、前話と並んで、 シーズン最高を記録した。同夜の再放送を含めると340万人となった。本エピソードの演技によって、ピーター・ディンクレイジは2011年プライムタイム、エミー賞の助演男優賞、ミニシリーズ、テレビ映画部門を受賞した。また、本エピソードは、同賞の脚本賞ドラマ部門にノミネートされた。ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズ、スタナータイズレーティングスハイ。 エンターテイメントウィークリー2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年6月14日閲覧デイビススペンサーザ・キューリアスエミーケースオブゲームオブスローンズスター・ピーター・ディンクリッジ GOLDDERBY.com2012 年2月18日閲覧ありがとうございます